チャンランララマジで感謝ピンピン。ということで今回はね、稲妻イレブン今川選手弾道4プルヒッター、結構ね能力面白いんでね使っていきたいと思いますが、この人のピッチングめちゃくちゃうまい、やばい。同じく弾道4プルヒパワーシーの清宮が打ってくれるんです。問題ありませんでした。今川選手使ってきます。絶対清宮の動画にはさせない。俺今川の動画なんだこれ。もう適度に打ちますね、適度に。はい、来た、完璧。もうノースリーはね、アウトローのストレートしかないんで、もうプルヒでバチコリ引っ張っていくと、さあセカンドへ行きます。このバッティング、このプルヒッター、これなんです。いや、いいね、ほんとね、打球めちゃくちゃ飛んでくれるね。そう、打感もね、結構良くて、案外今日もね、打てるかもしんないね。うわ、ナイスボール。いやー。いや今さ、マジで感謝の原曲聞いたらさ、なんかもう幼き頃を思い出してさ、こうノスタルジーな気分だよね、非常に。もう、稲妻イレブンやり込んでたから懐かしい。ってだけで、ドームに移動して第2試合やっていきます。引っ張って、ファルボール。このフォームってさ、もしかして固有フォームかね、これ、三遊間、思いっきり引っ張って、固有フォームっぽいからね、ちょっと引っ張りやすいよね。そう、下手なフォームより、あ、一緒ね。え？あ、一緒？マルティネス、今川ってもしかして一緒？これ微妙に違う、これ。やっぱりね、固有フォームっていうのは、個人的にはね、引っ張りやすいと思っててね。ほら、こんな感じで。そう、これで固有じゃなかったら恥ずかしいんですけども、やっぱ固有フォームとプルヒッターの相性はね、いいと思ってます。さあ、第2打席決めていきます。やっぱこれ、アリエルと一緒だよね、フォーム、これ。いや、それ打ち損じるのはもったいない。今のはね、プルしたら入るんすよ。あ、一緒だね、これ完全に一緒だ。多分、編集で比べてると思うんですけど。ということで、今回ね、今川選手2号目使っていきたいと思います。いや、でもね、丸ちゃんね、めちゃくちゃ打ちやすいんだよね、本当に。いや、惜しい。ハンソン。ハンソンフィーバー。さあ、高梨との勝負です。こういうバッターになんかね、強いイメージあるんですよ。もう変則対決ね。バッティングフォーム、ピッチングフォーム、すごい対決。いや、スライダーえぐい。やっぱ絵になるのはスライダーをしばきたい。いや、フォアボール、だいぶ抜けてるな、高梨。でも大丈夫、こんなことあろうかと。二人目の今川マルティネス。今川 AKA マルティネスです、こちら。はい、オッケー。レフト来た。今川来た。強く、さらっとやっていきます。札幌ドームです。昔懐かしい札幌ドーム。まだ現役なんすよ。もう2024年現在も。もう今、コンサドーレ札幌すらなんか J2 に落ちそうみたいな不調具合でね、もう札幌ドーム危機ですから。そんな危機を今川の一発。よっしゃ、初めて刺した。人生で初めて牽制で刺したんだけど。やった、初めて刺した。あんなになるんだ。さあ、ホームラン打てば終わります。今日の動画普通に試合としてね、緊張感発してますから。うわー、ナイスボール。いや、相手の人ねめちゃくちゃうまいんですよね、ピッチング。フォークボール、空振り三振。空振り三振。よっしゃ、清宮。よっしゃー、清宮、いた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 。さあ、先制するぞ、なんとしても。うわー、入っとるか、それ。マンバー。間違いない、ここや。うわ、危ねー。オッケー、選んだ。よし、エゴシで行くぜ。ここはセンターへの打球は近本、追いつくか追いつくか追いつくか、追いついた。それが近本。ブルーはまあ今で言うゲラや、ゲラ。いや、甘かいた。レフトの後方、佐藤輝明の頭上、遥か頭上、遥か頭上、超えていった。先制ファイターズ、札幌ドームに上げる祝砲、あざっしゃー。